はい、こんにちは、白塚です。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで経営学講座の第855回をやっていきたいと思います。今回は乗数効果というのをやっていきたいと思います。でまず乗数効果の乗数っていうのは何かって言ったらかける数ですね。まあ、例えば 2×2 イコール4というのであればこれが乗数ということになりますよね。そして乗数効果っていうのは投資や政府支出を増加させると均衡国民所得がその数倍に増加しますよということですよね。だから投資が、ね、例えば10兆円増えたら、まあ、均衡国民所得が10兆円増えるんじゃなくて投資が10兆円増えたら均衡国民所得が20兆増えますということですよね。10兆増えたら10兆増えるはずなのに実際は20兆増えたりすると、つまりこう2倍の効果が生まれていると、この2倍っていうのがこう乗数効果というふうに呼ばれているものですね。投資や政府支出を増加させると均衡国民所得がその数倍に増加しますということですよね。で単に10兆円増えたら10兆円増えるんじゃなくてその2倍の20兆増えると、こういう効果のことを乗数効果というふうに言っているわけです。はい、でなんでなのかっていうことを、まあ、ちょっとね、やっていきたいと思うんですけど、均衡国民所得っていうのはこれですね。均衡国民所得っていうのは総供給イコール総需要で考えるということですよね。だからまあ総供給が、まあ、国民所得 Y イコール、まあ、これ消費ですね。でここの部分が消費です。消費プラス投資プラス政府支出ですね。ここの部分が消費です。消費プラス投資プラス政府支出ですね。で消費でこれ C は限界消費成功で Y-T というのは国民所得から税を引いたもので、ここは可処分所得ですね、まあ、自分たちで自由に処分していい所得ですよね。プラス独立消費ですね、結局所得がゼロだったとしても生きていくため食べていくために必要な消費ですよね。プラス企業による投資プラス政府支出ということになります。そしたら、まあ、これをこう分配法則で外してCY-TT プラス C0 プラス I プラス G ですね。で今度は、この CY っていうのをこっちの、左辺に移行して Y-CY ですね。であとはもう それをそのまま移しただけです。マイナス CT プラス C0 プラス I プラス G ですね。で今度は、Y でくくって1-C イコールマイナス CT プラス C0 プラス I プラス G ですね。で今度は 1-C というので両辺を左辺も右辺も両方とも 1-C で割れば、左辺は Y だけが残って右辺は、1-C 分のマイナス CT プラス C0 プラス I プラス G ですね。でこれが国民、所得の式ということになります。はい、そしたら実際に、仮に数字を入れてみたとしたときに、まあ、例えば限界消費成功 C が 0.5 ですと、ね、税は50兆ですと、独立消費が100兆ですと、企業、設備投資が100兆ですと、政府支出が100兆ですというふうにした場合は、ね、均衡国民所得は 1-C ですね。 C は 0.5 で、マイナス CT ですから -0.5 かける税の50兆ですね。あとは独立消費足す投資プラス政府支出100ですねを足すということになります。そしたら分母は 1-0.5 で 0.5 ですね。で分子は計算すると275というふうになります。275÷0.5 ですから、まあ、275を2倍すればいいので、まあ、550ということになるということですよね。はい、そしたら今度はこっちです。こっちは独立消費成功は 0.5 のまんまですね。そして、税は50兆のまんま、独立消費は100兆のまんまで、ここが変わっています、ね。投資が、ね、企業による設備投資が100兆が110兆になりました。ここはプラス10です、ね。ここ100兆だったのが110兆になった、プラス10兆円になりました。で政府支出は一緒ということになりますね。はい、そしたら国民所得は 1-C、C は 0.5 ですね。で、マイナス 0.5 かける税の50兆、足す独立消費100。で、設備投資はさっき100だったんですけど、今回110ということになります。プラス100ですね。そうすると、分母は 1-0.5 を引いたら 0.5 です。で、分子はマイナス25プラス310ということで、整理すると285という数字になるということです。だから 0.5 分の285ですから285を2倍して570ということになりますよね。そしたらさっき計算したら550兆でしたと、今度計算したら570兆でしたと、っていうことは20兆増えてますと、ね。投資を10兆円増やしたら、ね、国内、均衡国民所得が20兆増えてます。つまり2倍
ですよね。投資を10兆増やしたら銀行国民所得が20兆増えてるわけですから2倍の効果が出てるということですよね。これを乗数効果というんだということですよね。でこれに関してこう、ね、今からちょっとね、さらにこう学びを深めていきたいというふうに思います。まあ、今回は投資や政府支出を増加させると銀行国民所得がその数倍に増加すると。実際は税は関係あるし、ね、独立消費が関係あるし、ね、政府の企業投資が関係あるし、政府支出が関係ある。でこの どの数字が動いたとしても、ね、乗数効果っていうのは何らか関係してくるということです。今回はこのうちの、ね、企業の設備投資が10兆増えると銀行国民所得が10兆じゃなくて2倍の20兆増えるというのを確認したということになります。はい、今回の動画ですね、あなたの役に立ったということであればぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。